皆さんこんにちは私はあの医療や科学のことについて書いたり編集したりしております小島あゆみと申しますどうぞよろしくお願いしますこのセッションはあの膀胱がんのお話で喫煙者を気をつけて膀胱がんを見逃さない最新情報ということで順天堂大学の えー、武藤先生におお願いいしててりまますす武武藤藤先先生生のご紹介をまずさせていただきます武藤先生はあの現在順天堂大学の遺伝子疾患先端情報学講座の特任教授でいらっしゃいます、えー、秋田大学の医学部をご卒業後、えー、東京大学の泌尿器科の方に入局されまして、えー、その後、えー、八重洲の、えー、総合病院とか帝京大学の方にいらっしゃってであの現在の、えー、順天堂大学の方にいらっしゃって おりますであのご専門はこの膀胱がんとあのた、えー、多発性脳法人でいらっしゃって今あのロボット手術について非常に積極的に取り組んでいらっしゃいます。では武藤先生どうぞよろしくお願いします。 皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、順天堂大学の武藤と申します。えー、まあ、例年と比べると暑さはだいぶ抑えられておりますが、あの、お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。えー、小島さん、詳しいご紹介ありがとうございます。えー、本日はですね、あの、膀胱癌についてお話しさせていただきます。えー、タイトルといたしまして、喫煙者は気をつけてと、えー、それから膀胱が癌を見逃さない最新情報ということで、えー、付けさせていただきましたので、早速始めさせていただきます。 まずあの皆さん、よくご存知だと思うんですけれども、膀胱というのは、どこにあってどういうことをしている臓器なのかということを簡単にお話しさせていただきますと、まず腎臓というものがございます。腎臓というのは、ですね大体いい背中のこの右、左、一番お腹の方ではなくて背中側にあります。こここででおしっこを作るわけですね で、おしっこを作りますと、それを流す管が必要になりますので、尿管という管がずーっと下の方まで流れてまいります。それで骨盤の一番下のところです。こう触ってみるとですね、恥骨という硬い骨をすぐ上に触れるんですけれども、そのすぐ裏側に、背中側にあるのが、この膀胱というような臓器になります。ですから、基本的には腎臓で作ったおしっこの、おしっこですね、尿を溜めて、 で出すべき時にはしっかりと出してあげる臓器というふうにお考えいただいていいだろうと思います。でちょっとクローズアップして見てみますと、まあ、膀胱といってもです、ね、これは男性の場合です、えー。男性の場合ですけれども先ほどお話ししました尿管という管がこう右左というふうに膀胱の裏側からずっとここに入ってきます。ここに入ってきますのでおしっこはこの管をずっと流れてここから膀胱の中に流されてきます。 そうすると声が溜まってくるわけですね。で、溜まってきますと、尿道からおしっこを出すわけです。で、女性の場合には、もうすぐここの先にですね、尿道があって、大体女性の場合は尿道の長さは2、3センチと言われています。非常に膀胱のな尿道の長さとは短いので、ですから女性の場合はですね、生きている間に何度かある程度は、えー、膀胱炎になりやすいというふうに言われています。で、男性の場合は、そうではなくてですね、ここに 前立腺というような臓器がございます。この前立腺っていうのが、まあ大体大きさで言うと1 0てぐらい。二十歳ぐらいの時には1 0ムぐらいです。で、僕ぐらいの年齢になってきますと、大体それが2 0ム3 0ムというふうにだんだん肥大してまいります。で、その真ん中を尿道が通っております。で、しかも男性の場合は陰形がございますので、尿道の長さとしては1 5ンチぐらいというふうに言われております。従いまして、 これはちょっとガンとは全く別の話ですけれども男性の場合にはいわゆる膀胱炎っ炎というのはありませんですからあのその代わりにこの前立腺というところにばい菌がついたりして前立腺炎ということになったりしますけれどもそういった男性と女性で,です、ね、若干少し周りの臓器が異なるというような膀胱という臓器というふうに思っていただければいいと思います。 で、まあ、早速お話し入らせていただきますがじゃあ膀胱がんはどんな病気なのかということで本日お話しさせていただきますまず膀胱がんの疫学です、まあ、疫学というのは実際どのくらいの頻度の患者さんがこの膀胱がんで苦しまれているかというようなことを示すことをさせていただきます これ、皆さんご覧になったことあるかもしれません、あの国立がんセンターのほうにです、ね、がん情報サービスというのが今、ネット上で普通に見ることができます。えー、とがんの頻度に対しては、まだちょっと集計が進んでなくて、ですね2012年とちょっと古いですけれども、実際、日本の患者さんでですね、 えー、どんながんが多いのかと男性の場合それから女性の場合ちょっと見にくくて恐縮なんですけれどもというものがこういうグラフになっておりますで、えー、じゃあ男性の場合どうなのかということを見てみますと2012年の,あの集計ですけれども一番多いのは胃がんですで2番目が大腸がんになりますこれは血腸直腸というふうに分けて書いてありますけれども、まあ、基本的には両方合わせて大腸ですから2番目が大腸 それから3番目に肺、それから前立腺、それから肝臓、食道、膵臓というようなあたりが出てきて、8番目に膀胱のがんというのが出てまいります。これが欧米の方ですと、若干あのそんなに大きな変わりはないんですけれども、例えばアメリカですと7番目というふうに言われたりですね、国によって多少なりとも少し頻度は違うというふうに言われています。で、 この赤いところ、これが膀胱です。膀胱は男性は8番目です。で女性になりますと、こう見ていただいてお分かりになりますように、もっと頻度は低いです。えー、どうしても男性の方ががが多い、多いがんであるということは昔からよく知られておりまして、現在の日本でおいても同じような状態というふうにお考えいただいて、えー、いいと思います。 で、実際その頻度がどのくらい違うかということを見てみて、ちょっと古いデータで恐縮なんですけれども、98年の時の、えー、これ日本のですね、罹患率ですね。男性と女性を分けて書いてあります。そうすると、えい、ー、大体人口10万人当たりの発生率としては10人弱ぐらいであるだろうというふうに言われておりまして、男性の方が女性より約4倍になりやすいというふうに言われています。で、この原因が何かと、 いうことは当然皆さんあのお知りになりたいところとだと思うんですけれども、まあ、正直申し上げますとこの原因は分かっておりません非常に難しい問題が多くございまして現在でもまだ分からないけれど確率はしていないけれども男性の方が約4倍多いというふうに言われていますでその実際の頻度ですけれどもじゃあどのくらい増えているのかというと これは日本のデータとしてはないものですからアメリカのデータで非常に恐縮なんですが大体いい37年間の集計というものをアメリカの保険の方からですねピックアップしたデータが出てきておりまして単なる数として見た場合も0.5%増加しているというようなことが言われていますのでやはりだんだん少しずつ増えてきているというようなことは間違いないだろうというふうに我々考えておりますでえと今日のタイトルの一つにも挙げましたが やはりその膀胱がんをなぜ膀胱がんなぜできてしまうのかということを考えた中で一番大事ではっきりしているものは喫煙です喫煙が原因になりますよと言われておりますで、えー、喫煙された方ですね今までにタバコを吸った経験のある方っていうのはタバコを吸った経験のない方の約2.5倍の頻度で膀胱がんが起こるというふうに言われてます でその中でもですね今、吸っている方それからそういえば若い頃吸ったなという方を比べてみると今、吸っている方が若いもう昔吸ってやめましたよという方と比べるとだいたい5倍ぐらい頻度が高いというふうに言われてますのでやはり喫煙をやめていただくということはやはり膀胱がんの発生を防ぐということで非常に大事だろうというふうに言われています。 で先ほどあの男性と女性の違いをお話ししました昔はです、ね、男性の方がタバコを吸っているからそれで頻度が高いんだろうというふうふに言われていたんです、ね、ところがもう67年前になりますけれども男性も女性もタバコを吸っている方とタバコを吸っていない方で分けてみると同じように4倍ずつ男性の方が高いんですねですから男性でも女性でも全くタバコを吸ったことない方 だけ集めてみるとそれでも男性の方が4倍多いということを考えるとやはり男性が多いという理由はこのタバコだけでは説明がつかないというふうに言われていますですから今のところその男性ホルモンとか女性ホルモンとかそういったものが何か影響しているのかもしれないというふうに言われておりますがまだ正直申し上げてその結論というものは出ていないというところがございますそれから えー、他の危険因子としてはですね化学物質ですね、ベンジンだとか芳香族網、えー、とこういったものも発がんの原因になるだろうというふうに言われています。昔で言いますと、昔煙突があった頃はですね煙突を掃除するような方がこういった方に非常に暴露されていたということから膀胱がんの頻度が高いというふうに言われていたことがあります。それからあとは薬剤ですね。 えー、フェナセチンとここにこう書いてあります鎮痛薬とありますが昔のですねあのー、痛み止め市販の痛み止めもう10年もうちょっと前ですね10年以上前になりますが、えー、その頃まではですね必ずこのフェナセチンという物質が入っておりました。 ただ、今は、この膀胱癌が非常に頻度が高いということ、それから、フェネスチンによる腎臓の毒性があるというようなことが分かっておりますので、現在は、もうこの物質というのは、皆さん普通にあの薬を買われて飲まれたときには、のこの薬を、薬物を心配する必要はございません。それから、一部の抗がん剤ですね、こういったものも原因になるというふうに言われております。 また、尿路感染症、先ほどお話ししました膀胱炎だとか前立腺炎、それから尿路結石とい、えー、ったものが原因になるだろうというふうに言われておりますし、えー、ここに書いてあります、アフリカから中近東のビルハルツ重血球腸とちょっとややこしいことが書いてあると思うんですけれども、これは、えー、っと中東の方、中近東の方に行くとですね、普通にいる、えーま、寄生虫です。で え単なる、例えばあの川に入ったようなときに、もう傷口からですねこの充血吸虫が体の中に入ってきて、卵を産んで、膀胱にがんができるというようなことがございます。大体、昔はこの辺で出てくる膀胱がんというのはほとんどこちらのが原因というふうに言われてたんですが、現在、例えばエジプトの泌尿機械に聞いてみますと、大体半分ぐらいというふうに言われておりますけれども、やはりこういった問題もあると。 まあこういった危険因子が知られている病気であるというふうにお考えくださいじゃあその症状とかはどういう症状があるのかそれから診断はどうしたらいいのかということをお話しさせていただきますけれども膀胱がんの症状といってもいろんな症状がございますただやはりおしっこを扱う臓器ですからおしっこに関係するものがどうしても多くなります以前から血尿が時々出るそれから尿に黒い血の塊が出たそれから尿の色が赤ワイン色ですね それから、血尿が出たんだけれども、全く痛みはなかった、それから、まあ、先ほどもお話ししましたが、膀胱炎の症状がずっと続いている、女性の方が多いですね、それから膀胱炎だと思って治療を受けているのに一向によくならない、えー、あとは健康診断で血尿を指摘されたというような、まあ、いろんな症状がございます。で、一番多い症状と言われているのが、これちょっと難しい言葉になるんですが、無症候性の肉眼的血尿というふうに言われています。 血尿といってもですね、目で見て分かるような血尿。例えば尿の色が赤ワイン色ですということであれば、目で見て分かるような血尿です。で、目で見て分からないんだけれども、顕微鏡で見ないと分からないような血尿というものもあります。それから、えー、と無症候性と書きましたけれども、先ほどお話ししましたように、痛みがあるかどうかということも非常に大きな問題になります。膀胱がんの症状の特徴としては、 痛みはないんだけれども血尿が出ましたよというようなときにはやはり膀胱がんを非常に強く疑わなくてはならないと他の病気ではなかなかそういうことは起きにくいというふうに言われています例えば血跡があった場合でも尿路血跡があった場合でも血尿は出ますけれどもそのときには相当の痛みがあります えー、例えば膀胱炎とか腎封腎炎それから前立腺炎とかですねそういった場合にはよく熱でが出るようなこともありますそういったものが全くなくてただ単に目で見て血が出たというようなことになるとこれは要注意というふうに言われている病気ですじゃあその血尿というものがどのくらいの頻度があるのかというのを、えー、っとこれ2013年になりますけれども我々血尿診断のガイドラインというのを作りました まあそれで集計として、えー、と茨城の先生、筑波の先生から出していただいたんですけれども、この尿検査の陽性率というのは、これは血尿の患者さんですけれども、先ほどもお話ししましたように、目で見て血尿が出たような方も血尿ですし、顕微鏡で見て血尿があったというような方も血尿です。それから顕微鏡でで見なくく、てですね、よく あの健康診断とかで言うとこうペーパーテストなんですねペーパーテストでおしっこにピッとこうつけてピッと上げてみてあ陽性ですとこれは尿栓血陽性と言いますこれは血尿が出ているかどうかは分かりませんただし血尿が出ていれば必ず陽性になるといわゆるスクリーニングの方法です、まあ、そういったものも全部含めて血尿と考えるとな女性の場合ですとですねやはりある程度お年を召してくると、まあ、大体4分の1ぐらいの方がもう陽性になってしまうと。 いいう,うに言われててまますすので血尿といってもいろんな種類があります何しろ一番注意していただかなくてはいけないのは目で見ておしっこが真っ赤でしたというようなことが目で見て血尿があった場合というのはこれは膀胱がんに対しては非常に重要な所見であるというふうにお考えいただいていいと思います。で実際じゃ膀胱を見てみると あのどうなるか膀胱鏡というようなこの中にもお受けになった方のある方いらっしゃると思いますけれどもこれが膀胱がんのない膀胱の写真です、えー、まあ言ってみればおしっこがたまる臓器ですからおしっこがたまるところは多少こういうところ赤い血管はありますけれども、まあ、つるっとした臓器というふうにお考えいただいていいと思います。 で今はこういったこう黒く細い長いこれを膀胱鏡というカメラですけれどもこれを見てですこれを中に入れて膀胱の中を覗くことができるでこうやって見るとああ何もありませんねというようなことになるわけですが実際がんが出てくるとどうなるかと言いますと、えー、一番分かりやすいところはどうですかねこの辺もそうですねいわゆるこの辺が先ほどお話しした正常な膀胱の部分ですけれども そこからこう飛び出すようなポコっとした丸いもの、あの花のようなものができる、こういった形のものです。これもそうです。こういった形のものもそうですね。こう膀胱から飛び出すような形で癌ができてくるというようなことがえ多くございます。ですから、ただこの形によってはですね、あのまさこの後ご説明しますけれども、根っこの浅いもの、根っこの深いものいろいろございますし。 それから飛び出してこないようなものでもです、ね、上皮内がんというふうに言いましてこの見えているところをべたーっとはう,うようなタイプのがんもございますので、まあ、そういったことを膀胱のカメラの検査で診断をするというようなことが大事になりますでそれ以外に行う検査としてはです、ね、例えば MRI とか CT という検査がございます正常の場合この白い部分がこれが膀胱になります こちらの画面がです、ね、こう体を縦にこう切ったところですね、でこちらの画面がこう横からこう切ったところですから、こちらが患者さんの右側、こちらが左側になります。こちらの図で見ますと、この辺が腸があります、でこの辺がもう背骨になりますので、こちらがお腹側、こちらが背中側になります。 であのまあ、いずれにしても何もない場合にはです、ね、膀胱が白くこう丸く映っていますしその筋膀胱の筋肉の部分というのは多少こう黒っぽくこう見えていますただ膀胱がにがんが出てくるとです、ねえー、こちらに見ていただくとこういうところは別に問題ないんですがこの辺にボコっとしたこう塊が見えます。 こちらの画像でもちょっと撮り方としては違うんですがこう黒く写ってますけれどもこういうところがあの塊として出てくるというようなことが分かりますのでこういった MRI の検査それから CT の検査でもある程度の大きさが出てくるとですね膀胱がんというものの診断がつくというようなことになりますじゃあ実際どういうふうな分類がされているかといいますと大きく言うと2つと思ってください1つは えー、筋層というのは筋肉です、えー、膀胱の,その膜をです、ねえー、どういう組織でできているかって見てみますと一番おしっこに近いところがちょっとこの濃い色になっていますけどこれが上皮といいますこの辺におしっこが溜まってますでその下側に肝質といってです、ね、血管とかリンパ管がここにはいっぱいありますその下が筋層といいまして筋肉があるんですね 膀胱というのはおしっこを出さなくちゃなりませんからぐっと縮むということを考えると筋肉が必要ですそこの部分が膀胱の筋肉になってまいりましてそれより外側が脂肪でその外側はもう膀胱の外へ出てきちゃうわけですけれども一番大事なポイントというのはこの筋肉までがんが入っているかどうかということが非常に大事になります入っていないものは筋層非浸潤性 入っているものが筋相伸縦性、ちょっと難しい言葉で恐縮なんですが、と言います。だいたい見つかる方の7割ぐらいの方は非伸縦性です。ですから筋肉まで癌が,が入っていないわけです。この TA とか TIS とか T1 とかきましたけれども、こういったものが筋相非伸縦性になります。筋相伸縦性というのは全体の3割ぐらいの方ですが、筋肉より深いところまで癌が,が入っていますよと。 いうようよなな方は性、えー、になってしまいまいたがいましてこの2つどちらかによって治療方針としては大きく異なるというふうにお考えください、えーまあ、その治療方針ですけれどもちょっとこの辺見づらいですかねえー、っと筋層非浸潤性の場合はですね、えー、これに TURBT と書きましたこれはこのあとちょっとまた動画でお示ししますがあの尿道からですね内視鏡っていうカメラを入れて えー、耳かきのちょっと大きいようなやつでそのがんをこう削ってくるんですねそれで、えー、全部削り取れてしまうというような治療を行いますでそうするとそれによってですねすべてのがんを見た目ではすべてのがんを削り取ることができますので、まあ、その後はですねその、まあ、どうしても6割ぐらいの方が再発しますのでそれを再発を予防するということで膀胱の中にお薬を入れるというようなことをやりますただ 筋層、浸潤性になってきますと先ほどお話ししたこう削るような、えー、尿道からカメラを入れて削るような治療では十分に取りきれないというようなことがありますのでやはり膀胱全摘お腹を開けて膀胱を全部取らなくちゃいけないというような治療が必要になってくるというふうに言われていますまた転院をしているようながんが見つかった場合にはこれは膀胱だけに対して治療をしても全く意味がありませんので 全身のがん細胞をやっつけられるような抗がん剤の治療というのが中心になります。これが大きく簡単にお話しすると、膀胱がんの治療方針というふうにお考えください。じゃあまず、その筋層非浸潤性の膀胱がんについてお話しさせていただきます。ちょっとこれがその実際削ったときの動画をお示ししますが、ここにこうがんがございます。 少しぽこぽこっとこういうところと比べるとです、ね、お花が咲いたようにあのなっているということがお分かりで、これの部分もそうですね、お分かりいただけるだろうというふうに思います。ちょっと時間がかかるのもう恐縮なんですが、こう膀うこがんというのは非常に特徴的で,です、ね、一箇所だけにあるわけではなくて、膀胱のこのまあの球状のところにです、ね、非常にいくつかのがんがあるというような特徴があります。でこれれは他の方ですけれども えっとここにこうお花が咲いたようなこうがんがあります。先ほどお話ししました TURB って言ってのはこの耳かきのお化けのようなもので、えー、がんを削ってきます。えー、今電気メスが流れても電気が流れてますのでここの部分だけに電気が通ってですね安全に削ることができると。 もうこれはもう100年近くこの方法でやられておりますのでこれ自身は今削ったところですねそれほど患者さんにとって負担があるものではないあすみませんあの実際患者さんの動画をお見せしてますけれどももしこういったものを見るのに抵抗のあるような方はあの見ていただかない方がいいかもしれませんのですみませんあのご案内が遅くなりまして、えー、こちらで見るとここにこうがんが。 ありますのでそれに対してこの耳かきのお化けのような TUR という,こう内視鏡の手術でですねこう削ってくるというようなことをやります。ですからあのこう何回もこう削ってますけれども、えー、少なくとも根っこが浅いものであればこれで十分に削り取れるというような特徴がございます。 で先ほどちょっとお話ししましたが1回削ってみてですねもうおしまいともう治りましたと言ってくれればいいんですけれどもなかなかそうはいかないですね、えー、ここに再発パターンと書いてあります、えー、これはですね日本の患者さんの集計したものですけれども今お話しした TURBT という手術をやってから手術をやってからの日数とですね、えー、この実際の再発してきた患者さんの数をこうグラフにしてあります そうしてみるとですね大体この250日よりちょっと前ぐらいのところこの辺にピークがありますそれから750日を超えるぐらいですからあーーもう2年を超えてるようなぐらいの方ですねここにもピークがある2か所ピークがあるというふうに言われてますで 大体集計するとですね、6割ぐらいの方先ほどもお話しましたけれどもやはり6割ぐらいの方が再発するというふうに言われてますのでなんとかこの再発を減らしてあげるというのも我々の大きな目標になります。 でそのためにです、ね、最近よく行われているのがこれは日本のです、ねえー、膀胱がんの診療ガイドラインというのがございますガイドラインというのはです、ね、もう世界中非常によく流行っていまして日本でも非常に多くの病気に対して、えー、作られていますこれは膀胱がんだけではなくて他のがんそれから他の病気も同じです、えー、それで出てきたものですけれども今お話しした近層非浸潤性の膀胱がんというのを3つのリスクに分けています 低リスク、中リスク、高リスクというふうに分けておりまして、それに対して少しずつ治療法を異なるというふうなことを我々推奨しています。 まあこれはヨーロッパのガイドラインとほぼ同じようなやり方になるんですけれどもリスクが低い方ですね同じ筋層非浸潤性の膀胱がが出てきても再発してくるリスクは低いですよというような方の場合には、えー、膀胱がんの先ほどお話しした TUR という治療が終わった後すぐに今抗がん剤を膀胱の中に入れちゃうんですね、えー、とそういった治療法だけでいいでしょう。 それから逆に高リスクということになると BCG を注入する必要があります中には膀胱を全部取らなきゃいけないでしょうというような方もいらっしゃるこのリスクによってその後の治療法というのを分けるというのが日常的に行われております。 であのそれでじゃあ実際どうやって差があるかということをお示ししますと,、えー、とこれカプラン・マイヤーといった、ね、ちょっとそっち、見にくくて恐縮なんですが治療が終わってからの日数です、横軸が日数になります、それで縦軸がです、ね、これが生きている患者さんの数と思っていただければいいと思います。 無再発生存率というのに書きましたけれどもあの先ほどもお話ししましたように6割の方は再発しますが再発してませんよとこの方は再発してませんよという方がこのグラフの上の方であればあるほど治療効果としてはあるというふうにお考えいただいていいと思うんですねでそうやってみますとやはりリスクの低い方というのは再発のリスクも低いでしょうそれから 一番困るのはですね、再発するたびに同じように近層非浸潤性のがんができればいいんですけれども再発すると今度は近層浸潤性のがんができてしまいましということになるとこれは進んで病気が進んでいますと。 いうふうに考えますのでそういったこともこちらのリスク分類として表すことができます。それで見ますとこの高リスクの方というのはやはりその再発進展してしまう近層浸潤性のがんができてしまう確率が高いというふうに言われているような特徴がありますのでこのリスクに分けてです、ね、治療方針を変更しているというような実際がございます。まあ、それからですね最近は2回目の TUR というのも行われます。 っていうのはです、ね、1回先ほどお見せしましたような、えー、内視鏡の手術をやっただいもです、ね、大体30から50%ぐらいの方にどうしてもがんが少し残ってしまうというようなことが指摘されておりましてそれが言われてからです、ね、2回目の TUR を直後にやりましょうと大体2週から6週間後に行うことが多いんですが、えー、とそういったことがよく行われております。 で結局は、一番の大きな目標は TUR をやってです、ね、内径尿道的な内視鏡手術で削ったとき後にがんが残らないようにということが非常に大事になりますのでそれを防ぐために2回やるというようなことも現状としてはございます。これはです、ね、アメリカの膀胱がんの方の生存率を見た報告です。 えー、1973年ですね、今お話しした原曲がんと書きましたが、金層非浸潤性のものとお考えください、そういった方はですね、1973年の方は、えー、82.7%の方が5年生存しています、つまり治ったというふうに考えていただいていいんですけれども、それが2005年の段階には91.5%になりましたと。ですから 筋層非浸潤性の膀胱がんに対しては32年間で8.8%の改善が得られたということからですねやはりかなり成績としては上がってきているだろうというふうに思います、まあ、日本のデータとしてはございませんけれどもほぼ同じような治療法として行っておりますので筋層非浸潤性のものに対しては十分な効果は得られているだろうというふうに考えていますじゃあ次に筋層浸潤性の膀胱がんです これ先ほどお話ししましたガイドラインですけれども、標準的な治療は何か、筋層浸潤性の膀胱癌に対する標準治療は何かというようなクリニカルクエスチョンがございます。まあ、そこではです、ね、膀胱を全部取るような手術、それから骨盤のリンパ節覚醒術、それから尿路変更術というものを推奨しましょうというようなことになっています。まあ、これはこの2 3 0年の間、ほとんど変わりません。で膀胱を全部取る手術といっても、膀胱だけを取るわけではありません。 例えば男性の場合ですと尿管の一部分もちろん膀胱は取りますそれから膀胱前立腺前立腺の後ろに性能という臓器があるんですけれどもそれと尿道まで取るというようなところが膀胱の全部取る手術の取る範囲ということになりますので非常に広い範囲を摘出する必要があるというような手術とお考えください大体いいですね手術時間はだいたい4時間から5時間 ぐらいですかね入院期間としては3週間から4週間ですから患者さんにとっては決して負担の軽い先ほどの内視鏡の手術と比べると先ほどの内視鏡の手術がですね大体手術時間を1時間程度ですそれから入院期間としては1週間程度ですそれと比べると体に傷がつくということも考えると患者さんの負担は決して少なくはない手術というふうにお考えください。 でそのためにですね後からお話しますけれども腹腔鏡それからロボット補助かというような膀胱全滴が現在行われておりますでやはり膀胱を取るとここを取るということになると一番大きな特徴はこの尿路変更おしっこをこの後どうやって出すかということがやはり問題になってまいります例えばあの非常にお年を召した方でもです、ね、実際やってます えー、ちょっとこれ、古いデータで恐縮なんですが、80年から84年、85年から89年、90年から95年、この一番棒グラフの右側が、えー、80歳を超えた患者さんですけれども、えー、そういった方で,もですね、だん,だん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 数は増えてきています。私がやったことがある膀胱全摘の一番高齢の方は86歳です。 ですから非常に高齢の方でもですねやはりその実際のご年齢がもっとお若い方という方も多くいらっしゃいますので実際は行われている手術であるというふうにお考えくださいただやはりこれで問題になるのはこのそんな大きな手術を受けて完全に治るのかというようなことが問題になりますそうして見ますとこれは非常に多くの世界中からの報告です えー、膀胱全摘というこの手術を受けた非常に多くの報告がありましてその全体の数の方いろんな方がいらっしゃるわけですけれども全部の方を集めて5年間行きましたというような確率を一番右側に示しています正直申し上げて、えー、低いところですと48%とか、えー、高くても68%とかいうデータがございます膀胱がんというのは非常に足の速いがんというふうに言われています 膀胱を全部取る手術をして他のがんとはだいぶ違うんですけれども3年間見てですねがんが再発進展がなければこれはもう治ったと考えていただいていいと思いますで,、えー、ですから5年間見てる間にえ特に何もなければこの方たちは治ったわけですけれどもこういった結果から見るとですねせっかく膀胱を全部取るような手術を受けても4割ぐらいの方はまたその後転移をしてきたりそういったことによって えー、難しい結果になっているというような現実がございますからこういったところを何とか改善する必要があるだろうというふうなことは昔から言われておりますでそのためにいくつかの方向が最近行われていますまず一つは治療の遅れを防ぐというようなことですこれは膀胱がんの場合よく言われています えー、90日以内にです、ね、診断がつきましてから90日以内に膀胱を取った方と90日を超えて取った方、えー、とこちらですと12週ですね12週になってますけど大体3ヶ月です3ヶ月を超えて膀胱を摘出した方というのはどうしても治療の遅れがあるというようなことが言われてますので何、えー、しろ膀胱癌がんに対しては早く治療すると。 えー、もちろん手術も含めてですけれども早く治療するということがいい結果を得るだろうというふうに言われていますこれが1つそれから、えー、最近よくもうほぼ前例の患者さんに行われているのが術前にです、ね、抗がん剤を、えー、で最初に叩いておくというようなことが言われています、えーまあ、これも先ほどお示ししましたようなカプラン・マイヤーという線なんですけれどもやった方の方がですねやらない方と比べるとですね最低でも5% 最終的な改善の割合としては得られるというふうなことが言われています5%というと非常に低いというふうにお思いになるかもしれませんけれどもやはりあの患者さんの数としてを見た場合にです、ね、5%でも改善が得られるということは非常に大きいことですので手術をする前に抗がん剤でまず全身の膀胱がんを叩いておいてから手術をするというようなことがよく行われておりますそれから3番目ですけれども えー、この辺にこれ、えーっとですね、骨盤の中の、えー、ちょっと見にくくて恐縮なんですが骨盤の中のこれが太い血管です太い血管があってこの辺が腸がありますでこの辺に膀胱があるんですけれどもその周りのです、ね、リンパ節というものを摘出しますで、えー、これ昔はです、ね、本当に近いところのリンパ節だけ取ればいいよというふうに言われていたんですが 現在ではです、ね、このもう骨盤の中のほぼすべてのリンパ節を取りましょうというふうに言われていますので非常に多くのリンパ節を摘出してこちらにもしがんが出ていたような場合でもです、ね、手術をしてそういった部分も摘出するというようなことによって改善が得られるという,ふうなことが言われております。 まあそういったことを踏まえてですね手術をするんですけれどもやはり先ほどもちょっとお話ししましたがこの尿路変更というものが必ず必要になるという特徴があるんですねえと最初にお示しした図でおしあ,のあれしますとここに膀胱があってですね膀胱全前滴っというの時はこのときはここで尿管というのを切っちゃいますから腎臓で作ったおしっこがこの尿管から流れてこの切ったところからた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 らお腹に垂れてしまってはこれは困ってしまいます。 ですから、なんとか別の方法で体の外に出してあげるというような方法が必要になります。今のところです、ね、大きく言うとこの4つの方法というふうにお考えください。それについてちょっとご説明いたしますとまずは腎臓というようなやり方がありましてです、ね、腎臓から直接、背中からです、ね、ここにこう患者さんの背中からこうカテーテルを直接腎臓に向けて入れてあげるんですね。 でそうすればここでちょん切って縛っちゃったとしてもおしっことしてはこの背中から直接出てきますそういった方法がありますただ患者さんにとってはずっと一生この管は離せませんし、えー、と背中側にこれが入ってますので非常に寝にくいというようなこともありますから決して負担の軽いものではありませんただしこれを入れるというのは局所麻酔でもできますから、まあ、そういった勘弁性はございますそれから2番目これは尿管皮膚肥というふうに書いてありますけれども えー、切った尿管をです、ね、直接です、ね、皮膚の方にこう出してあげるというような手術です。えー、これ別左右別々のところに出してもいいですし同じところに出すこともできます。ただ 勝手にここからおしっこが出てくるというようなことがありますのでここに袋を必ずつける必要があるというようなことがございますしこれでやはり一番大きな問題点というのはです、ね、どうしてもこの部分が非常に狭くなってしまうので腎臓からです、ね、この外に向けてこう管をです、ね、入れておかなくてはいけないというようなことがあります、えー、それと間に腸管がありませんのでどうしてもばい菌がここから滝登りしやすいと。 でこういった腎臓、右の腎臓、左の腎臓にばい菌がつきやすいといったあの欠点がございます。で、今一番行われているのが多いのがこの会腸動管というやり方、それから、えーま、次に多いのがおそらく心房胱というようなやり方になると思います。この辺についてまず会腸動管についてちょっとお話しいたしますと、えー、これ腸をあの絵に描いたものです。これが大腸です。 この小腸という、まあ、会腸ですけれども、会腸がずっとあってですね、会腸の一部分をこうビッビッとこう切ってあげるんですね。そうすると、腸っていうのは、この膜がこうついてまして、この、ここにこう血管がありますけど、膜からこう血がこう、腸に入ってくるんですね。で、この血管さえ残してあげれば、こう、ブチッとこう切ってあげてもですね、この部分っていうのは、こういったところから血が入ってきますから、こういったところからですね、しっかりと同じように働いてくれるというような特徴があります。 したがいましてこの部分とこの部分を一緒につなげてあげてです、ね、でこちらの部分の,このお尻側のところにこういった尿管と尿管を両方つなげてあげてこちら側を体の皮膚に出してあげるというようなことでこれ開腸動管というんですけれどもおしっこがこちらからずっとこう外へ出てくるというようなやり方があります。 それからもう一つ同じようなやり方になるんですけれども心膀胱というものがございます何が一番違うかというと、えーまあ、腸を同じように切ってです、ね、その腸でこういった袋を作ってあげるんですね袋を作ってあげてその袋をです、ね、この尿道につなげてあげるですから先ほどもちょっとお話し,しました尿道を取らなくちゃいけないというふうにお話し,しましたけれどもがんの場所や 大きさ、それから転移の有無などによってはです、ね、尿道を取らなくてもいい方がいらっしゃいます。そういった方にはです、ね、この袋をつなげてあげることによって、えー、おしっこをおちんちんから出すことができるというような利点がございます。でそのにについて、まあ、簡単に あの我々の実際やってる動画ですけどこれがちょっとあの見て気分の悪くなる方がいらっしゃると思うので大変恐縮なんですがまず腸をこうやって切ってあげるんですね腸を切ってあげますこういった膜のところから血が入ってきますから腸を切ってえあげますで腸と腸を結んであげるんですけど今はこういったですね機械で結ぶことができます昔あの僕が医者になった二十何年前はですね全部手縫いでこう縫ってたんですね 縫いで縫うとどうしてもうまく縫えないことがありますから縫ったところからですね手術が終わった後にうんちが漏れたりとかですねそういうことがあったんですけど今お話ししたような機械でやるようになってからまずそういうことはないです。で腸をこう広げてあげてですねこれを、えー、手縫いで今先ほどお話ししましたように丸く風船の形に腸を縫ってあげるんですね。腸を縫縫っってあげますす一部分ここれれい終わったととろですけれどもえーと まあ、これはもう完全の押さえ方です押さえ方で縫ってあげますこう縫ってあげますねもうちょっとあれですかねで何しろそのおしっこがたまる膀胱っていうのはもともと丸いわけですから細長い腸をですねできるだけ上手に縫って丸く形を作ってこういった形ですね に作ってあげで、これに尿管と尿道をつけてあげて、おしっこを出すようにというようなやり方になります。で、えー、じゃあ、その、膀胱こうっていろいろその患者さんの負担は少なくないというふうにお話し,しましたが、どういったところがあると、まず,まず合併症が少なくないというようなことがございます。これは日本のデータではなくて、アメリカのデータです。 もう1回、手術が終わって再入院した患者さんの頻度というものを出しています、えー。尿路、おしっこの通り道の問題があったような方が4割近くて腸の問題があったような方が3割近く、えーと。アメリカはですね、手術が終わって2、3日経つともう強制的に退院になります。えー、保あの入院費用っていうのがものすごく高いので皆さん、病院の目の前にです、ね、ホテルがいっぱいあってですね、そこに泊まってます。 ですからこの手術を終わった後の方はいろいろ管をつけて点滴をつけたままですねあとそういったところで泊まってで外来に診察を受けに来るということをやっていますのでちょっと状況が全然違いますがやはりこういった病院の,あの副作用合併症としてもやはりある程度ある疾患であるというふうにお考えくださいでそのためにですねじゃあどうすればいいかということを我々もいろいろ工夫していまして今、膀胱がんの膀胱全摘に対して一番負担が少ないのはロボット手術です。 患者さんはこうやってですね頭を下にして寝てこういった機械をつなげてですね体の外からこういった大きなモニターを見ながらこれがロボットなんですけれども勝手に動いてくれます。であ、ごめんなさい。で、我々これをやってます。で あ見えたねえー、実際、少しお示しいたしますが、えー、これはロボットで我々こういった画像これと同じ画像を見ながらですね、えー、ですから、ちょうど患者さんがその辺にこう寝てやってらっしゃるとすればこのぐらい離れたところでこう機械を操ってですねあのゲームじゃないですけれどもそうやってやってます、まあ、そういうやることによってこういった機械をです、ね、いろいろ動かすことができますし何しろ患者さんの非常に細かいところまでよく分かると。 いうようよなことがありますがこれ性性能能なんですけれども性能の裏でですす、ね、けれれどもの裏ねこがもうすぐ向こう側が直腸になりますけれどもそういったところを患者さんの何しろ出血量が非常に少ないいわゆる膀胱全摘お腹を開けて膀胱を全部取るような場合の平均的な出血量としては 500cc ぐらいと言われています一般的には 1000cc なければまあ十分というふうに言われているんですけれども 我々のの経験しているこのロボット手術で見ると 50cc 出ることはまずないです。かなり違います。で時間としても、えー、と我々も30例ぐらいやらせていただきましたのでだいぶ慣れてきましたから、えー、お腹を開ける手術と正直言って変わりません。 2時間もあれば僕は全部取れてしまいますしリンパ節の覚醒という部分でも1時間半あれば十分な数が取れますので時間としてもそれほど大きな変わりはないとただ一番の問題点は保険収載さ,されていません日本ではこれは非常に高額な磁気診療が必要になるというようなことがあってなんとかこれをしてほしいということを厚労省にお願いしているんですがあとは役人の方に聞いていただくしかないと思います まあ、あのいずれ何年か経てばこういったものをです、ね、日本でも保険診療としてできるようになってくるかなというふうに思います、えー、恐るべしゴルゴ13でこれよく使うんですけどゴルゴ13はすごくてです、ね、もうこれ7年ぐらい前ですね日本でロボットが前立腺に対して保険収載される頃にもう彼は知ってたんですけれども、えー、自分がです、ね、ここにこう座ってです、ね、自分で手術してるんですねまたこういったことも今後できるようになってくるかもしれません で実際、浸潤癌に対しての成績というを見てみますと32年間で見ると10%を超えるぐらい解決して改善しているというようなことがありますからこちらとしてもある程度結果としては良くなっているだろうという,ふうに思います。 先ほどもお話ししましたが、ちょっとです、ね、やはり高齢者に対して、高齢者の方に対してです、ね、行うことは難しい、ちょっとこの茶色のところが手術なんですけれども、実際の頻度は低いというようなことがございますから、先ほどのロボット手術も含めてです、ね、できるだけ患者さんの負担の少ないような治療というものをやっていきたいなというふうに思っています。で、えーと、そのためにです、ね、手術ができない方に対しては、膀胱を温存するというようなことも行われています。 これに対しては放射線と、えー、化学療法が中心になりますただしやはりどうしてもあの今のところ確立しておりませんし成績としても十分なものが得られておりませんからあくまで実験的な治療法というふうに言わざるを得ないというような現状はございますが我々の施設も含めてです、ね、多くの施設で取り組んでおりますで、えー、最後になりますけれども転移性の膀胱がんです 転移膀胱がんの転移で一番多いのはどこが多いかというと一番多いのはリンパ節が多いですそれから肝臓それから肺骨といった臓器に転移してきますでそれに対して現状で行われている治療というのはです、ね、抗がん剤の治療です えー、2つのシスプラチン、ゲムシタミという2つのお薬を組み合わせた GC 療法、それから4つのお薬を使あの組み合わせた M バック療法というものがあります。M バック療法自体はです、ね、1985年から始まっています、えー。GC 療法は2000年ぐらいですから、いずれも非常に多くの、えー、非常に長期間行われています。一番キーになるドラッグはこのシスプラチンというお薬です。 これが有効であろうというふうに言われておりまして、この2つのどちらかのお薬を使わせていただくということが多いと思います。ただし、やはりこのシスプラチンというお薬を使えない患者さんも少なくありません。腎臓の機能が悪い方にはこの薬は非常に使いにくいんですね。腎臓で排泄されて腎臓に対する毒性の強い薬ですので、非常に使いにくいというようなことがあります。まああとは だですね、その点滴がです、ね、1日3リットルぐらいで必要とか非常にその心臓に負担がかかるということからもです、ね、心不全の問題もありますので使えない患者さんが決して少なくないんですねそれから変わる薬剤というものが正直言っていくつかございますが効果は不十分というふうに言われていますで実際転移性のがんに対して結果はどうだったかというと見てみますと32年間で全く変わってません 正直申し上げて治療の改善というのは今のところ得られていないというような現状です。で今一番我々が期待しているのは皆さんお聞きになったことあると思いますけれど免疫チェックポイント阻害薬と免疫に対するお薬というものがあります。 いくつか膀胱がんに対して報告はされていますけれども、アメリカではです、ね、2016年5月から1つ、それから今年の2月から2つ目、2種類の抗がん剤、免疫チェックポイント阻害剤が適用になっています。ただし 残念ながら日本ではまだどの薬も使えておりません。この辺が非常に問題だろうというふうに思います。こういった免疫チョックポイント阻害薬っていうのはですね、癌、えー、細胞と免疫の細胞があります。そうするとこの免疫の細胞の力をですね、抑えるようなシグナルをビビーっとこう癌細胞が出しちゃうんですね。 ですから、ここをなんとか抑えてあげるこの薬を使うことによってです、ね、ここを抑えてあげればこの免疫の細胞がもっと力をつけてくるというようなことでがん細胞をやっつけられるだろうというふうに言われている薬です、えー、早ければ来年ぐらいには日本でも保険修正されるんじゃないかというふうに言われてますけれども何しろ早く使えるようになっていただきたいなというふうに思っています えーまあ、以上、お話しさせていただきましたが本日の,です、ね、あの皆さんにお届けしたメッセージといたしましてはまず膀胱がんというのは男性に多いとそれからタバコがです、ねえー、明らかな発がんの原因であるというようなことそれから症状としては血尿特に目で見た血尿というのが非常に重要になるということそれからあの治療をどういう治療をするかということに大きく2つに分けて考えていただきたい。 筋、えー、相非浸潤性と浸潤性、そのどちらかによって治療方針は全然違います、特に筋層非浸潤性の場合には内視鏡の手術と膀胱の中にお薬を入れる治療、それから浸潤性の癌に対しては膀胱を取る手術というのが適用になります。で、膀胱を取る手術というのはやはり負担が多いのであ、ロボットの補助の手術というものも現在、少しずつ行われております。 転移性のがんに対しては抗がん剤の化学療法を我々使っておりますが、今後はですね、この免疫チェックポイント阻害剤を使うというようなことで、患者さんに貢献できればいいかなというふうに思っています。え、これ最後の,あのスライドになります。え、皆さんお聞きになったことあると思いますが、シェアードディシジョンメイキングというような言葉があります。昔はですね、インフォームドコンセントといって、患者さんに医療者からこういった治療法があります。 ですからあなたはこういった治療法がいいですよというようなことをお伝えするそれによって患者さんがああじゃあそれをやりましょうというふうに決めてじゃあその治療をしていたというようなことがございます。ただ、大きな問題がありますじゃあ、この膀胱がんは皆さん100%治る病気なんですかどういったことでできているか分かっているんですかどういった治療法が全部効くということが分かっているんですかということになると決してそうではありません。 が全体がそうではないのかもしれませんですから患者さんによってですねどういった治療を選択するかどう患者さんのご家族によってどういった治療法をしてほしいのかということがやはりがんの治療にとっては非常に大きなポイントだと思うんですねそれは皆さんご自身がお考えになる必要がありますただ我々医療者としては何ができるかというとそれはもう的確な情報現在の情報ですね 患者さんの情報だけではなくて、現在の医療界で行われている、このがんに対する治療、診断の方針、そういったものすべてを含めて、それを適切にお伝えするというようなことはお話できますし、どういった治療法がいいかということを十分にご相談できるということはできると思います。ただし、何をする、何を治療として今後していくかということを医,者医療者が必ず決めなくてはいけないと。 医療者が決めて患者さんに強制するということは、これは現代の考え方としては決して適切ではないだろうと思います。皆さんとご家族と医療者で合わさってです、ね、よく考えて、一生懸命考えて、こういった治療法、こういった手段法ということを選んでいくことができると思いますので、この膀胱がんに対してもまさに同じでございます。 あのこれからいろいろ、先ほども話しました免疫チェックポイント阻害薬入ってくれば、変わってくると思いますので。そういったことも含めてですね、あの。もし膀胱がんの患者さんがいらっしゃいましたら、お考えいただければいいかなというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。ええー、武藤先生、ありがとうございました。えっと会場からのご質問をお受けしたいと思います。あのすでに、えー、いただいてるんですけれども、もしございましたら、えー、スタッフにお渡しくだ。 でしすみません、だいぶ伸びちゃいました、はい、で,ではそうです、ねえー、まずですね、あのまさに最近あの、えー、手術を受けられたという方からご質問いただいてまして、筋層、近相非遵循の判定で、えー、あの先ほど、吐き出すタイプの手術ですね。R ですね えー、受けられた方なんですけれども、あのその後 ECG のあのこう注入をされるという予定なんですけれども、あのこの治療について、えー、どのくらいの,あの,そうです、ね、あの効果がありますかっていうふうなことですね、あと、まあ、あの治療の,その,あの、えー、どういうふうに実際やるものなのかっていうところも一緒に教えていただけますでしょううかはいいありがとうございます、えー、と先ほどちょっとお示ししたと思うんですけれども、えー、とこれですね。あの 筋素非侵入性膀胱がんの場合、大体3つのリスク分類として分けて考えて、この中リスクあるいは高リスクという方の場合には、抗がん剤、中リスクの場合は抗がん剤あるいは BCG のいずれかを注入、高リスクの場合 BCG 注入あるいは BCG 全摘という,ふうになっていますので、いずれかのリスクの方には BCG というものをお勧めしています、えーと。中リスクに対してここに抗がん剤と書いてありますけれども、 まあ正直申し上げて抗がん剤と BCG と比べると非常に有効性は BCG の方が高いです。BCG の役割というのは再発を防ぐこれがすべてです。えー、ですから、えー、基本的にはです、ね、あの内視鏡の手術が終わって大体6週間ぐらい経ったところから、えー、毎週1回、ね、BCG を膀胱の中に注入させていただくというのが6回から8回続くというふうにお考えいただいていいと思います。 で BCG はですね皆さん、昔お子さんの頃こう注射した頃とがあると思うんですけれども、えー、いわゆる膀胱の中に入れる BCG っは牛の弱毒の結核菌です牛の結核菌ですから人の結核菌ではありませんので人の結核になることはありませんただし同じようなアレルギー症状が出る方が4割ぐらいいらっしゃいます4割というのは10人中4人ですから非常に数は多いです。 ですから患者さんにとっても非常に負担の大きい治療法というふうにお考えください。そうは言っても再発を予防するのが明らかなお薬は今のところこれしかありませんのでこのリスクの高いような方には我々も積極的におすすめしています。で、 どうしても BCG をすることによってですねおしっこをするときに痛いおしっこの回数が増える血尿がある熱が出るといった副作用が出ることがありますのでそういった方に対しては毎週ではなくて2週おきにしたりとか BCG のお薬の量をですね半分に減らしたりとかそういった工夫をしていますまあそうすることによって多少効果は弱いというふうに言われてますけれども、えー 他の治療法と比べると、それでも明らかな有意差がありますので。えー、この B. C. 人の治療を進められた場合というのは、やはりこれはしっかりとお受けになっていただいた方がいいだろうというふうに思います。ありがとうございます。あの。ですので、あのアレルギーとかには注意しながら、量の加減とか。そうですね。花<隔>を,をよくご相談いただいて。はい。ということ,ことですね。はいはい、で、あのご質問、あの別の方からのご質問で。 あのなぜこの BCG が効くのかというふうなところはどこまで分かっているかといのえい最後のほうであの免疫チョックポイント阻害薬というのを免疫のお方の話をちょっとしたと思うんですけれど BCG も, BC G もです、ね、免疫に非常に影響しているというのは分かっています。 えー、膀胱の,です、ね、その免疫の細胞を非常にこう強くしてあげるというようなことまでは分かってますけれども、まあ、正直言ってまだそこ以上はなかなか分かってないところが多いというのも現状ですですからそれが分かれば全く副作用がなくてそういうところだけがであの効果の強いお薬だけ作れるわけですけれどもまだその辺が確立はしていないのでいまだに BCG というお薬を使っているというような現状がございますが免疫を上げるというようなことでは間違いないだろう とといいうふうに言われてまますすありがとうございます皆さん今質問の間でもよろしければもし書いてくださいね質問はいそれで、えー、っと次のご質問です手術に関してなんですけれども高齢者でなかなか手術が適していない方がいらっしゃるということなんですけれどもだいたい何歳ぐらいからが手術ができるできないという判断をされるかというところを についてあと、条件ですね、高齢,、はい、高齢者といっても、どんなふうな条件を、ねはい、おっしゃるとりあの非常に難しい問題です。一般的にはです、ね、われわれ泌尿器科、他のがんも含めて、外科もそうだと思うんですけれども、外科系としては75歳というものをある程度の目安とします。ですから、75歳よりもお若い方、75歳までの方であれば、 基本的には手術というのが第一選択になるだろうというふうに考えますですからそれを超えるような方ですね76歳を超えるような方に対してはやはりその方の合併症があるのかないのかそれから心臓の機能がどうなのか呼吸の機能がどうなのかそういったことも含めて十分に判断する必要があります先ほどもお話ししましたように86歳の膀胱前うぜを普通にやらせていただいたことがありますので患者さんによってもうそれは全然違うと。 ちょっと前まではです、ね、その75歳というのはかなり我々メスを持つ医師としては非常に強烈なあの年齢だったんですねただ正直言ってですね、他の科も含めてその辺はほぼ完全に今はなくなりつつあるというふうにお考えいただいていいと思います。 患者さんの年齢も大事ですけれども全身の状態ですねそういったところを含めて十分に手術が耐えられる麻酔が耐えられるというような方であれば先ほどもお話ししました手術をすることによるメリットそれから手術をしないことによるデメリットそういったものをシェアードディシジョンメイキングでよく考えてですね手術をさせていただくことも決して あの少ないことではありませんし、それはもはや日常的に行われているというふうにお考えいただいていいと思います。ですから、一番大事なのは現在のその患者さんの合併症ですね。例えば、あの膀胱前適で膀胱を取りましたけど、心臓が元も々ともと悪くて心臓止まっちゃいましたということになったら、これは困っちゃいますから、そういったことを含めてしっかりご判断させていただく必要があると思います。 あと2問あります、少し時間が超過しますが、あと2問ございます。大阪医大で行われている5ですね、5アミノレブリン酸による診断について有効性はどう思われますかっていうご質問が来ています、はい、あのこれ、ちょっと僕もよく知らないんですけど、その5アミノレブリン酸というのが、ちょっとどういうものかわからないんですが、大阪医大の泌尿器科で、 えー、行われている診断の方法であるとは思うんですが一つはその内視鏡に関するようなものであればある程度あの臨床的なものかもしれませんけれどもそれ以外のものであれば例えばこういった採血をするおしっこをするということで診断がつきますということであればこれは実験的なものは超えておりません。 あの大阪医大もあの大阪医大の教授とはもう20年以上の非常に古い付き合いですから、よく知ってます、しっかりと膀胱がんに興味を持ってやるところですから、そういったところもです、ね、主治医の先生とよくお話しいただければ、十分お答えいただけるだろうというふうに思ってますあの最後の質問なんですけれども、えー、膀胱がんに対するプレシジョンメディスンの進捗状況はどうでしょうかということで、あ今いただきましたね。 などを調べて、あの、その、えー、薬の相性ですとか、予後を予測するとか、そういうことが、あの、個別的にできるようになってきているんですけれども、膀胱がんの場合はどうでしょうか。はい。えっと、結論から申しますと、非常にプアです。ありません。えっ、ー、と、膀胱がんに対して責任遺伝子というものは、以上、あの、まだ確立しておりません。 先ほどお話しした筋粗非浸潤性筋粗浸潤性で23の遺伝子が別に原因となっているだろうというような予測が立っているぐらいのもので乳がんにしてもそれから消化器がんにしてもああいったその治療の効果をに影響するような遺伝子診断というものもございませんし患者さんの生命予防に影響するような遺伝子の診断というものも えー、次世代飼育員さんも入ってきましたけれどもまだまだそこまで確立していないというようなところが現状です。一つ言えるのはあの2年前の n e チャに出ましたけれどもあの膀胱がんというのはです、ね、非常に多くの遺伝子が他のがんよりも多くの遺伝子に変異があるというようなことは分かっています。 他の病気のようにこの遺伝子が悪くてこの癌になりますというだけではなくて、もっと他のいろんな遺伝子がこう合わさってですね影響している可能性もあるだろうというふうに言われています。今のところその辺が現状です。あと2問いただきましたので、はいあの最後ですしあの皆さんぜひあの、えー、おきあの聞いて。 いいいたただければとと思思まます私も聞こうと思っていましたロボット手術は自費とお聞きしましたがどのくらいの費用がかかるのでしょうか、はい、これはあの病院によって違うんですけれども大体、はい、日本全国は同じぐらいです大体300万ですというのはあのー、一番の問題は結局は保険診療との混合医療ができないということです。ほとんど正直申し上げて 入院費、それから部屋のお金、それから食事のお金、そういったものも全部自費で払っていただかない、もうとんでもない話だと思うんですけど、払っていただかなくてはいけないので、ほとんどそちらのお金が多いです。ですから、本当にロボットだけというようなことがあれば、正直申し上げて、100万かからずにできると思うんですけれども、その辺が日本の医療費の非常に大きな問題点だろうなというふうに思います。 で、あの先ほどお話したように二十人ぐらいの方やらせていただきましたが、だいたい半分ぐらいの方はなんかそういう保険があるらしくて、そういったところからあの出していただいている方もいらっしゃるようです。ございます。で、あの、えー、最後のご質問なんですけれども、あのまあ尿管癌でいらっしゃって膀胱癌ではないんですけれども、肺転移があると。 であの転移後に抗がん治剤の治療を受け,て受けるとすればその肺がんの初発とどう違うのかあのあのこれも,もう先生あの含めてあの転移層の,、はい、あのこれは膀胱がんの転移層、はい、あるいはその尿管がんの転移とかについてちょっと広く教えていただけますでしょうかこのです、ね、膀胱と尿管というのは同じ細胞でできています。 腎臓の出口の腎盂っていう部分もそうなんですけれども全く同じ細胞でできてるんですねですから正直言って兄弟です兄弟というか同じものと考えてます膀胱がんができる方っていうのはですから同じ細胞でできてますからこの尿管とか腎盂というところにも非常にがんができやすいというふうに言われてますし同じものと考えていただいていいですですですから 実際その転移があるような方に対して抗がん剤をやる場合には先ほどもお話ししましたけれども膀胱がんに対する転移と全く同じです。えー、尿管がんであっても腎盂がんであってもまずこの2つのどちらか、まあ、今はほとんどこちらですけれどもこちらを選択をして、えー、それが有効ではない場合にはこういった他の薬剤というものも考えてやはり今後というものは こういった免疫抑制の治療薬というものが期待できるかなというふうに考えるというのが、膀胱がんであっても、尿管がんであっても現状は変わりません。というに先生あの、例えば肺であれば、肺の手術をするというようなことっていうのは膀胱がんの場合、例えば肺に転移してきましたということになりますと、肺だけに転移している可能性というのは非常に低いというふうに言われています。 画像診断では肺にしか分かりませんけれども膀胱から肺に来てるっていうことは例えば血の中それからリンパ管の中をがん細胞がいろいろ旅してるわけですねそのうちいくつかがピッとくっついてそこで増えたというものが分かってるだけですからここだけ取ったとしても他に旅してる細胞ががん細胞がいっぱいあるわけですですからここだけを何か治療をして手術をしたとしても基本的には有効性はないと他のがんが 出てくるのを待つだけということになってしまいますので、それよりも全身でその癌細胞をやっつけてあげるということが大事になるというふうにお考えいただいていいと思います。どうもありがとうございました、先生。あのこれで今日今いただいたご質問をはいあの全部答えていただくことができました。えー、ちょっと時間超過しましたけれども、えー、皆さんありがとうございました。武、え、藤、ー、先生もどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。セッション終わりたいと思います。ありがとうございます。 え武藤先生、司会の小島さん、ありがとうございました。それでは最後にご協力いただきました武藤先生と小島さんに感謝状をお送りいたします。このフォーラムの企画趣旨に賛同いただき、お忙しい中、ご協力いただきました武藤先生、小島さん、本当にありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください